ルート的にセントラルシティ一択だよね。なんかもう最近ね、自分でこう場所を選べれなくなってきた感があるんだよね。もう考えるのがめんどくさいから、もうセントラルシティ毎回行ってるみたいなところがあるんだけど。セントラルシティで5回負けましたね。ハンドガンしかなくて、ショットガンに殺されたり、アサルトに殺されたり、オールドタウンで5人倒したんだけど、即、あっ、ショットガンだ、ああ、逃げた。待ちなさーい、どこどこ。あ、出てったね。うん、うまい。武器がなかったら逃げるよね。おお、びっくりしたー。よく倒したな今の。めっちゃ運がいい。今のさ、至近距離とかっていうレベルじゃなくてさ、ド密着だよね。っていうかもうゼロ距離射撃のショットガンだったね。前回ショットガンさ、至近距離でぶちかましたのにさ、あの相手死ななかったんですよ。ヘルメットもアーマーもつけてないのに。で相手アサルト持ってたから打ち負けましたね。やっぱりこう上半身っていうか頭も含めてこうぶち抜いていかないと倒せないっすね、ショットガンね。まあ SK12 だったっていうのもあるけどね。SK12 はちょっとだけ火力が低い。連射力はあるけど。幸先いいですよ。もうそろそろ勝ちたいね。6連敗中です。なんかね、ヘッドショットよく食らうんだよね。みんなうめえなとか思ってさ。あ、ヘルメット、よし来た。レッドドットサイトか。レッドドットサイトつけると反動が全然なくなるからいいよね。おお、サプレッサー来た。アスカーだ。スカーとショットガン交換します。エナジードリンクじゃなくてスポドリ。アパートの屋上には見当たらないね。あ、いた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 。うわー、一発しか当たらんかった。倒しに行きます。浮いた。相手回復してましたね。フライパンとスポドリいただきます。AK の弾も回収。
弾いっぱい持ってたね、この敵さん。近くで銃声がしたけど。アンチ的には真ん中だよね。またスポーツドリンク。これ以上持てないよ。グリップだ。いいね。スカーがほぼフルカスタムだね。できれば弾数を増やす拡張マガジンが欲しいけど。道路渡るの怖いんで、ひとまずは家を変え漁っていきますけど、漁られた後だね。あー、レベル2ベスト。ちょっと怖いけど、渡ります。クイックドロー、もう余分でしたね。あー、ドア開いてた。んー、じゃあもうここは漁られたか。爆心地帯なんで屋上に出るのやめときます。あ、銃声。うん、3時の方角で銃声マーク。レッドドットサイトしかないから覗くこともできないんだよね。うーん、結構近く。今度は4時と5時の方角ですね。この辺の民家から、今度は1時2時の方向で。マンションかな、今のは。いまいちちょっと場所がつかめない。
今度は12時の方角。あ、エアドロ来てるね。エアドロ。エアドロを回収するために、撃ち合ってるのかな？いた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 、目の前にいる、いるいるいる。エアドロ取りに行った。後ろから倒します。いるね。うん、隠れたんで距離詰めます。おお、マンションの方から銃声したね。いるいる。あ、いたいたいた。ちょうどエアドロを回収してる敵を後ろから狙って、さらに僕が後ろで狙ったっていう。撃ち合ってるよね。4倍取り付けます。いたいた。目の前の2階にいる。よいしょ、オッケー。もういないでしょ。久しぶりのエアドロ。めちゃくちゃ久しぶり。何があるかな。医療箱に。サプレッサーはあるね。拡張マガジンいただきます。拡張マガジンに、あとは、あ、レベル3アーマーに。あー、モリゾウ来たー。懐かしい。なんかこの緑色めちゃくちゃ懐かしいね。うーん、ずーっとこう雪像だったから懐かしいね。次のアンチが北に決まりそうだね。またしても ボート使います。毎回なんかね、セントラルに降りてるから展開が似たり寄ったりだよね。うーん。フライパン捨てていきます。もし、希望があれば、この場所に降りてほしいっていうところがあれば、よかったら、教えてくれると嬉しいです。言っていただけると。毎回ね、セントラル一択なので、ほぼ。うん。で、セントラルにどうしても行けそうにないなっていう時は、なんかオールドタウンみたいな。うん。もう、このほぼ二つなので。なんかあんまり自分で考える力がなくなってきたね。西湊はね、なんか最近行く気がなくなっちゃったね。だいたいなんか移動しないといけないし、そうです。移動がね、めんどくさいんだよね。あ、車の音響するね。おー、びっくりした。スナイパーとかいないね。うん。ボート使います。この辺でいいんじゃない？
次のアンチがそんなに離れてないですね。うん。軍用車があるけど乗ってないですね。足音、いる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 。この建物の中にいる。めっちゃ近くにおるやん。閉めてと。医療箱に止血キットに。わあ、なんかこの敵さんもすごくいいアイテム持っとるね。うん。レベル2ヘルメットがもうないね。これじゃあ耐久値がもう、ま、全くないんで、取るのやめときます。あんなところにいた。クリアリング、オッケー。見間違え。ここからは AK 捨てていきます。うーん。まあ来たに決まったね。できれば西側取りたいんだけど。あんなところに車が。そこの木の裏手にも車止まってるし。スナイパーいますね。いたいた。あんなところにいる。ああ。見えなくなっちゃった。これはね、最短の場所、行きます。渡れそうにない。時間的に。うわっ！後ろから車のエンジン音が。
見間違えた。あ、車来てる。やばい、めっちゃ赤い。やばいやばい、引かれそう。うわー、怖い。あー、危なー。よかった、引かれるところやったや。目の前にいるね。よし、あ、サンジの方角にも音響。やばい、まだ後ろから来るのか。来た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 。草むらね、見えづらかったけど倒せた。次のアンチがね、道路渡らんといかん。これ怖いね。あ、寝転んだ。オッケー。おそらくね、先ほどの敵が寝転んだ場所は草むらが生えてると思うんだけど、距離が離れるとなくなっちゃうからね。残り人数4名。いや、怖いっすね、この道路渡るの。行くしかない。先ほど倒した敵の場所を取りたいね。あ、大きいね、この岩。ひとまずちょっとここで。後ろ OK。12時の方角で打ち合いしてる。一人減りましたね。おそらく敵は上の方向ですね。あ、車だ。まさかこんなところで車を扱うとは。一人減りましたね。敵は12時の方向真上にいますね。今のままだとまずいので上を取りに行きます。あ、なにこれ、もう一つ坂あんのこれ。あー、登れない、登れないですねこれ。あー、ダメだ、何もない、草むらが何もない。森沿いの意味がないこれじゃ。この辺でどう？若干草生えてるし。残り11メートルですね。いた、いた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 、森沿いいた。いたー。うわっ、フライパン。いやー、びっくりしたー。まさかフライパンに返されるとは思わんかった。ドンカツされました、なんとか。